おもちゃ工場で2人は大活躍。楽しくてかっこいいおもちゃをたくさん作ることができました。そこにやってきたのはちょっと偉そうだけどヒゲがチャーミングな工場長。かわいい。工場長、二人とも最近とっても頑張ってるのだ。すごいんだ。ありがとうございます。珍しく工場長に褒められた二人はご機嫌。工場長、そんな言うくなだりでぎげえだ。工場長、ちゃんと喋ってください。新しい工場でみんなのお手本になってほしいのだ。何言ってるか分かんないです。のっぽ、やったね。チッピー、新しい工場どんなところだろうね。チッピー、きっと新しい機械がいっぱいのピコピコの工場だよ。あ、ジャングルだ。ワクワクドキドキな二人がたどり着いたのはまさかの深い森の中。工場長、外で材料を集めてすぐに加工。これでコストを減らせるのだ。やば。チッピーのっぽ、こんなの聞いてないよ。隠して二人の新たなお仕事が始まるのでした。やば。森のワークショップでお仕事できるよ。めっちゃかっこいい。でもあれですね、これに関しては全部クリアしましたから完璧。新工場は片付け中、見てみますか。はい。なんだってチポピンって言ってた。新しい工場での初めてのお仕事できたばかりでまだ片付いていないのとか、いないのか。使わないパーツも落ちてる。使わないパーツ、うわー、いらないやつがある。なんなり超長だ。左は確定だべ。これはもう使えます。でカッターがあるので、いや、カッターがあるんだけど反対だよね。これ使えません。これはゴミです。とりあえず使えません。反対、まあ、とりあえずカッターで切るでいいよね。あ、使うんですね、それ。いや、使…いや、だってパーツ的に足んねえべ。どうなってんだ。足んないよね。あ、合ってんじゃん。どけよ。どけよ。足りるじゃん。足りるじゃん。あの青いのがやらないってことだった。色変えらんないもんね、この。そうそうそう。で、これでね、お前荷物運びなんだから早く来ないと。なんで？で、お前ちょっとあっちだよな。でかいんだから見下してやる。ね、なるほどね。なんか一回パーツの回転時期がずれてるって思っちゃうと、なんか使えないのではってなっちゃうね。ね、超ベリーグッド。そんな難しいことやってこないよ、しょっぱなから、ね、お庭の主役は譲れない。立派な花壇にチューリップを作りましょう。だけどまたまたパーツが多いですね。あ、なるほどね。はい、チューリップ。うわー、チューリップを作ります。まず花から作るべきでしょ。茎は使えます。花は、こいつが、わかりました、全部わかった。これここでいいよね。そう、そこでいい。で、あれ？これもこっち。ああ。で、茎持ってきて、で、葉っぱちょっきて、でこれ持ち上げて、でそれを押してもらって下の葉っぱ、あの左くっついてね。そう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 、全部くっついてない。そうで、これをで、もういいよ。大丈夫。あ、オッケーオッケーオッケー。で、オッケー。あ、できたね。完璧。まああれだよね、使うパーツを吟味することを覚え始めたから、使わないパーツを探すのはこれぐらいの難易度だったらね、花丸をあげちゃうぞ。ありがとうございます。巣の外にあるパーツを集めてカラーシャワーを巡りましょう。ボタンはパーツでも押せるので二人でも外で出ることができます。は？どういうことだ。縞模様はどうやったらいいでしょうか。あー、すごい。あので色替えの滝。待てよ。あー、なるほどね。カッターあるの？カッターない。カッターないの。だからこれ一回全部真っ黒にして、あー、なるほどね。左右だけ黄色にするのね。黄色にすれば、あんまり、あー、シマウマになる。あ、シマウマ。これはできてる。羽
はこれでいいよね。で問題は一回ホログラム鼻の裏がわからん。あ、ないのか。いらないみたい。だから白、これ待って、白黄色でしょ。で下になるやつある。下につく花びらの分だ。もう一回あれじゃない、これか。うん、だからこれを、だからそれめんどくせえからこれ先に、いらないいらない。これはない。どけ離せ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 。でこれでこれ面白いにするでしょ。うん、こっちにあるでしょ。ああ、何これ、いらないの。ああ、ドア用か。じゃあお前それ白だわ。で、それ白にしてもろて、で、それ持ち上げてくっつけて、問題が8をどうやってくっつけるの。いや、ここの丸太があるから、丸太で1ブロック稼げるから、まず8をくっつけて。ああ、そうします。はい、じゃあこれ一回持ち上げて、で花持ってきて、それ持ち上げてもらった状態でジャンプして上乗ってもらって、くっついたっちゃくっ、見えない。これ結構視点がね、 OK。 で、花が中心、これで合ってる。合ってる。で OK、 重たいので、せーの、これでできたんじゃない。完璧、誰も文句ない。そっか、使わないパーツがあるのか。うん、だから使わないパーツが今回で言うとボタンというかドアを開ける役割か。なるほどね。ほー、これからも蜂のようにしっかり働くのだぞ。いやー、ラップ。浮かんで消えて蓮の池、川が広くて渡れない、大丈夫、壁にあるボタンポチッと押してみましょう。足場がパッと出てきます。ほう、さて壁にあるボタン押してごらん。よいしょ。押してる間だけか、またはこれで押さえてる間か。だからこれをうまいこと使わないと、そもさんいけんって。こんな形だって。これ顔になりそうだな。で顔になりそう。丸太がそっちにないから右で組み立てるべきか。右で組み立てよ。問題は俺落ちたらどうやって帰ってくるんだこれ。向こうに土台あるよ。ああ、だからとりあえず顔だけくっつけちゃうね。でもう一個、これこれこれ、これで顔はできる。これもいる。それはいらない。いらない。もうできてるから、こうでしょ。でそれが腕かな。で腕で体どうなってんだこれ。このこれが胸部分で、うん、これ背中じゃない。背中、あ、背中だな。で足がいる。だから最終的にボタンは人間で押さなきゃいけない。こうなるってことか。さあこれもそうだね。でこれがここよな。はい。で一回運ぼう、はい、ここまででいいから、こいつを一回で
待って、変にくっつけたらすると積む可能性があるから、一回ここら辺に置いて、詰まってる、どいて、一回どの道下段に置きたいから、で、だとしたらどこだ、一回これ頭の上置きたいよね。だから一回タロちゃんジャンプでそれ乗って、でそれで持ち上げれば、一回置いて、一回置いて、でもう一回持ち上げれば、うん、でもうちょっと左側に来て、あれ、そうだね、いいんじゃない、 OK、 おいで、あと腕だけ、腕じゃあ持ってこよう、なのでちょっと待ってね、こいつ、これ右だよね、それが右、こっちだよね、で置いて、あの下ろして、そうで、はめて、いいね、でこれをよいしょ、大丈夫ですよね。これなんかダメって言われたら落ち込むぐらいの操作量。頑張ったぞ。うん。愛されマニア。一回ちょっと来てみる。来たい。いい仕事だな。これで売り上げも大ジャンプできるぞ。なあ、ドア派。うま。さあというわけでお着替え。着替え。ああ頭と。愛されアニマルと。ああ。間違えたー。あー次やったら首だよ。なんでそんなこと言うかね。はい、首。俺選んでるのにやりました首。ああ、愛されアニマル可愛い。ちょっと全部愛されアニマルはちょっとね、あざとすぎる。なんでここら辺かな。自由なヒップスター、かぶってるからやめてください。これ可愛いよね。うん、どうする？一緒にする？うん。あ、そう。うん。ちょっと、難しい操作。スティックでやるからじゃない？そう、あ、動いた。あれだよね、なんか方向キーってみんな存在忘れるよね。忘れる。信じらんない。で、これでいっか。うん。A 押せよ。え？ A 押したな、うん、よかった。もう一面ぐらいやってから終わろうか。はい。1時間ぐらいにしようかなってるの。せっかくね、お着替えしたし。はい。飛べない鳥は空を行く、鶏さんのおもちゃを飛ばそうとするお客さんがいるらしく、落として壊してしまうというご意見をいただいたので頑丈にしました。製品が完成したら上に運んでください。あー、なるほど。鶏は飛べないってことを教えた方がいいんじゃないかな。足場をチェックする。これは何、運ゲーってこと？あ、はいはいはい、順番にジャンプしてからいけるで、これでも太郎ちゃんは完全に見えない状況になってしまったと。ひどいや。これなんだ？なんだ？上から見える。ここまで持ってこなきゃいけないの？じゃあパーツごとに持ってこなきゃ、とりあえず。これで組み立てる。でも運べるんじゃない？横からでジャンプで持ってけば。1段だったら。いけるかな？せーの、せーの、せーので持ってけるんじゃない？上に最後のパーツある。で、足か、あれが。これは最後のパーツじゃない？これ、これ足が、一番上の足が最後。パーツ足んなくね。5、6、7、8、9、10、2、3、4、5、足は上にあったよ。上にあった、黄色い足一番上にあったよ。あ、ほんまや、ちょっと持ってくるわ。持ってくんの？下で完成させた方がよくない？あぶね。ただ、これを持ってきたら足りるか？待ってね、考えるから。ちょっと見えない。ああ、でもこれで全部っぽいな。すげえ、柵の上歩いてる。落ちた。すごい、スピード遠い。はい。これがくちばしです。
はい、これがデバイスなのでジャパンです。あー、これを、なるほど、これとこれか、それとそれです。こうしてこうしてこうしてこうか。はい、でもう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 ね、あのね、飲み物を飲んでなんとか咳を回避してる間に一個後ろだね、あの羽の位置かだ、ここここでいいのかな。はい、はい、行きます。でこれ持ち上げます。で、はい、ジャンプジャンプ。お前持ってる位置が悪いかも。お前持ってる位置が悪いかも。あのジャンプできないじゃん、そこに、そこで持っちゃうと。だから1個ずれた方がいい。だからそこで持っちゃうとジャンプできない。下ろした方がいい。はい、で、せーの、はい、待って、はい、で、はい、詰まってる。で、次ここ待ってね。はい、はい、まだジャンプ、はい、まい。で、次はここは1回乗ればいい、何も気にしないで乗ればいい。で、降りればいい。な、な、X 押すなよ。次 X、もう金輪際 X 押さないで。で、早く掴んで。で、降りる。押したつもりなかった。いや、もうそう、つもりとかいいの。押してないもん。押したことでお前が全部悪い。バカ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 。あぶねえ。よいしょ。そこじゃない方がいいんじゃない？同じような位置に立っておいた方がいいかも。まあまあいいでしょう。まだまだまだ、次あのちゃんと周期見ていきましょう。周期見ていきましょう。次いくよ。はい、はい、ジャンプ、はい、ジャンプ、はい。で次後ろ詰まってる草に、はい、で、はい、置いていい、はい。あれですからね、今怒ってるように聞こえてるかもしれないですけど、全部フィクションですからね。動画の中でも面白おかしくやるためにちょっと色をつけているだけであって、あの別に怒ってるとか全然、全然怒ってないですからね。全然怒ってないですからね。工場パワーアップ、秘密工場をチェック。ああ、秘密工場ね。完璧であるこれならお客様の大満足だぞというところで、1時間ぐらい遊んだので今回はここら辺にしたいんですが、秘密工場って好きなパーツを組み立てて新しい製品を作っちゃおう。だってはい、あれれ、あそこにいるお前だ。あの、ここにあるのなんだろう。ある日二人は工場の奥に古びた小屋を見つけました。汚れた窓から中を覗くといくつか機械が置いてありました。それは古いけれど、どれもものづくりのための機械です。はい、あー、この機械があればノッポ行こう。うわー、え、どこに。チッピーさんに引っ張られ向かったのは工場長の部屋。僕たちに新しいおもちゃの開発をやらせてください。チッピー、この会社のおもちゃは好きだけど、もっとすごいものだって作れると思うんです。そのためには常識にとらわれないアイデアが必要なんです。チッピー燃えてる、すごいチッピーが燃えてる。ふむ、あれはわしが若い頃に使っていた最初の工場なのだ。だがチッピー君のやる気は素晴らしい。あそこは二人に託すぞ、頑張るのだ。よし、最高にかっこいいおもちゃを作るぞ。隠して新しいおもちゃを作るため、二人だけの秘密工場ができたのでした。パチパチパチ。さあ、というわけでパーツを作って組み立てて、いろんなことができるようになると、はい、おもちゃが作れるらしいですよ。で、パーツ回転エリア、パーツ回転エリア、はあ、パーツ回転エリア、ちょっと見たい。え、これ回転しそうだぞ。これ要は一回四角を落として回転しそうだぞ。で、一回出てくださいってなってるから、入れて出て、リーブディスエリアだから、で四角だからわかんねえ。わかんねえ。これぐらい、これとかどう。なんで、そうそう、それ回転、これをおー、回転した。これ縦に回転するとどうなの、これ did this。 おー、そういう感じになる。あー、で、ピットインセンターか。うん、はい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 、なるほどね。これ、色も変えれる、ちゃんと。なるほど、全部黄色にしよう。この世の全てを全て。なるほど、じゃあ作ります、おもちゃ作ります今から。
できました。何？黒い箱です。見て、失敗した卵寿司。失敗した卵寿司オンザ黒いやつ。あー、なんかあれみたい、なんかパキパキ作るおもちゃ。あー、なんかね、昔あったね。はい、ゴミなので消します。はい、というわけでございましてね、こんな感じで遊べる。あ、人数、あ、一つのコントローラーでも遊んだりとかいろいろできるんだ。なるほどなるほど、はい、でなおかつセーブすることで続きから作れるんだね。ね、セーブしとこうね。はい、あの目の前に弾が落ちてきただけの興味。弾出した。ああ、どこ行っちゃった。でもこれ好きな人がやったら長く遊べそうな気配はあるね。作ります。ねえ、なるほど。じゃあ最後におもちゃ作ります。現代人の心。ああ、汚れてる。これは捨てなきゃ。よいしょ。どうなん？寝てるところでございますが、で修理屋さんっていうね、壊れちゃった製品は修理、あれ、できる？できる。今までたくさんの製品を作ってきたチッピーさんとノッポーさん。はい。街を歩けばいろいろなところで製品を見かけます。これ真っ暗だってる？あった。あった。そんなある日ボロボロになって捨てられたおもちゃを見つけました。三毛猫では？これ僕たちが作ったおもちゃだ。こんなになるまで遊んでくれたんだね。よかったね。そうだね、いっぱい遊んでくれたのは嬉しいだけど。ノッポーどうしたの？あ、今度ノッポーがやる気だ。チッピー、僕たちで修理しよう。そしたらこのおもちゃはもう一度誰かを笑顔にできる。ノッポーがこんなにやる気なのは初めてだ。やる気ないんだ、いつも。もちろんやろう。いつも。隠して二人は壊れてしまった製品をきれいに直す修理屋さんを始めるのでした。え？あ、毎回組み合わせ方が違うんだね。ちょっと一回やってみようか。やってみようか。仕事始め。猫。どういうことだろう。まあ説明文自体は一緒やね。準備 OK。 はい。だから組み合わせ方が変わるんや。あー、だから答えが毎回違うってことか。方法が変わってくる。なるほどね。乗り越えちゃった。で、よいしょ。で、それ最後にくっつけないといけないから、あ、いいよ、一回持って。せーの、 OK。 わお、あれ毎回やらないと変わったかどうかが分かんないね。でも最初になんかバラバラになってたから違うかも。ランダムで変わるかも。だからクリアするっていう、あの条件は満たしてるけど毎回ランダムになるよっていう。なるほどね。2周遊べるって感じなんだね。ね。まあ組み立て工場がメインでいいかな。はい。うん。というところでございますが、今回はこの辺で、また次回続きいろいろ組み立てていきましょう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、給料はどんぐり振り込んでおきます。ありがとうございます。